です。りょうばです。こんにちは。良いところを旅するりょうばでございます。いいとこばっかり両方のばいえあのだからいい場っていうことで、いい場所のね、今回はサービスエリア巡りというあの出雲にね、はい、あの前にも言ったんですけど、意を決して車で行くことにしました、はい、そうです。出雲までトータルで700キロぐらいあるの？800キロ近く。あ、そうか、うん、ね、でも、うんうん、やっぱりね、私たちそんなに一気に行けないので半分に割って、はい、それでサービスエリアには必ず寄りましょうということで、はい、ご紹介も兼ねてね、はい、だからあの遊び遊びでございますで、最初さっき、映ってた海老名 ね、海老名からスタート。そう、海老名は必ず私たちスタートの地点で帰ってきた。そう、昔からね、海老名に戻ってくると、あ、帰ってきた。そう、海老名に行くとさあ出かけると。そうそうそうね、もう海老名がでも楽しいんですよね、海老名ね。そう、でも必ず私たち海老名の次の足柄にも絶対行きますね、はい、まあ足柄はね、ショッピング。そう、なんかね、お野菜とかね、はい、他のものもあるしね、海鮮ものとかね、うん、で行きだからちょっと疲れちゃうんですけど、足湯とかもあるんですよね。あれね、やってみたいの、まだやったことはないんだけど出かけばなに、ね、行きにこれやっちゃったら、そう、目的地つかないから、なんかこのまま宴会して終わりみたいですよね。だからちょっと考えちゃうんですが、はい、で、はい、こういうチェックもあるので、え、はい、今回はあなたが運転で、はい、ちゃんと安全運転でしたね。はい、安全運転でした。もう安全運転が一番です、はい、あのゴリラ見ました。ゴジラ、ゴジラだよ。でここでいつも和菓子を買うんですが、はい、今回は季節柄、はい、柏餅でした。私味噌かしわでした。私はこしあんです。その次に映ってたのがカレーパンのオンパレードだった。うん、食べたいと思ったけど、ね、若かったらなんか1個か2個で、あと20年若かった。そうそう全部制覇できたのにもうさ、カレーパン大好きだったんだけど、私もすごい好きだった。さすがになんか胃がもたれる、うん、過去形になってここがちょっと若ぶっててもバレてるかなそれでいつもこれ足柄出るときに、うん、あのこんな裏から出る、そうなの、そうなの、スーッと出るはずなのに、うん、ぐるっと回ったのね、なんかね、綺麗なところでね、うん、どこ行くのかなと思ったら、結局は同じガソリンスタンドのところに出てで、ここお天気がいて富士山見えるのに、そうなの、今日は残念ながらちょうどね、ここの右あたりに見えるはずはずだったのに見えませんでしたね。やっぱりなんか今日も富士山見ないで行っちゃうのかなってちょっと、ね、でもとりあえず富士川に行けば、うん、見えるかな、少し見えるかもしれない。でも前行った時見れなかったんですよね。そう、富士川もダメな時もあってね、うん、っていう時は本当にダメなんだと、うん、で今回はどうでしょうか、富士川のインター、はい、サービスエリアに着きました。ああ富士山見えた、見えましたね。やっぱりね、富士山が見えないとね、うん、頭だけでしたけどね、はい、でもこの富士川で富士山見ながら、スターバックスだっけ、そう、スターバックスのコーヒー飲むと美味しい、ね、これがね、なんかすごい楽しいのよね。そう、ちょっとね、ケーキみたいなの、そう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 、ただし今回はちょっとそれはね、うん、やめて、はい、サイダーこっから向こうの缶、これ一回食べてみたいと思うんですけど、ね、そう、これも美味しそうだった。そう、うん、でもでなんか青いサイダーがいっぱい売ってたんですけども、なんか青いの飲む気しないねって言って、うん、でなぜか私たちは柚子で、そう、柚子、いろんなとこの柚子サイダー飲んだけど、この富士川のここで飲むのが一番美味しかったよね、うん、富士山見ながらグビグビで、なんだ、ね、なんか元気になっちゃう。そう、不思議なの、うん、でそんなこんなで富士川を、はい、後にし、後にしいつもなんかこれ出るとき映んないんですけど、後ろで富士山が、そう、行ってらっしゃいって言うのよ ね、 ね、そうするといいですね、うん、楽しんでね、さあ次行くぞっていう感じになってね。で大抵私たちここを出ると、うん、あの浜名湖に、あ、うなぎが目的でね、そう、浜名湖のサービスエリアに行くんですけれども、あのその間にね、あったのね、サービスエリア前からあるっていうのは知ってたんだけど、知らなかったっていうか忘れてたというか、別にない、うなぎうなぎうなぎっていつも騒いでて、なんかサービスエリアって25キロごとかな、うん、なんかよく知らないんだけど、そうなんだ、そんなのがあって、うん、牧之原っていうのがあったのね、うんうん、だから多分あったね、送られちゃうけれども、でも行ってみたら広くて立派なサービスエリアだった、すごいいいサービスエリア、今度から行こう、うん、なんかねトイレもゆったりしてたしいっぱいあって、そう、
静岡っていうことで、うん、お茶？そう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 。お茶のなんかものとかもいっぱい売ってて、ね、お茶のなんかロールケーキとかお茶のなんかおまんじゅうは当たり前のことながら羊羹もあるし、そうお茶で何でも作るお茶の石鹸もあったし当たり前、うんうん、そう、そういうの買わないけどお茶の石鹸とか結構 ねいい感じで、うん、そうなの、なんかねよかったから今度は ね今度ちょっとゆっくり、うん、ね、そうそう、これナンバーワンなんですって ね売り上げが、おいしそう、あの見たら交通情報見たらすごく順調で、うん、電光掲示板で、ピコピコでも電光掲示板みたいなのはちょっと最近変わった、前よりこれって、うん、どこでも同じなのよね、そう前は同じじゃなくてそのエリアの情報っていう、そう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 、ね、そんなに長い距離じゃなくて50キロ範囲ぐらいしか情報なかったのに、うん、今やなんかすごくもっと先の方の情報まで、そうそう、まあ、それは便利といえば便利、あ見にくい、にね、慣れないとね、そう慣れないとなんか全部が見えちゃって、うん、もうちょっと狭くていいですっていう、別に私たちに関係ないわねそうそう、でもまあ慣れると便利という、うん、便利なんでしょうね、うん、ああナビちゃんには今回すごくお世話になりましたね、はい、でもナビちゃんはね新東名行け新東名行けって言うんですよね、距離がね30キロぐらい短かったし、調べたら違うんだ、うん、制限速度120キロ出せるっていうのと、やっぱり距離も短いからそれはやっぱり行け行けって、あそれで言うわけ、うん、逆らってやってきたのは、そう浜名湖、はい、でも浜名湖にも新東名行ったら浜名湖にも牧之原にも、うん、富士川にも行かれないから、そう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 、そう寂しいじゃないですか、浜名湖はやっぱりね行かなくちゃ、私たちここでいつもうなぎ食べてるうなぎ食べるところと買うところは全然違うところなんですけどね、そうお弁当とはね、うん、上下線、うん、建物一緒で上りも下りも同じ建物行けるんですけどね、で、うん、食べるんですけど今日はここで夜はね、夜は外食しないで、そうホテルで食べようってお弁当を持って行こうっていうことで、そうここ のお弁当も美味しそうだったっていうことで、はい、美味しそう、でもずっといつもいい匂いして目の前で焼いてくれたのよね、うん、だすごくいい匂いで美味しそうで、よだれがこう出てふっくらしてて、ふっくらしてて、ところが、はい、冷たいうなぎはいけませんあ、まあ、何時間も経った後に食べたんで、ビデオの最後におまけで、はい、その模様は切れないんです、冷たい焼きたてはホクホクして箸入れたらピューってこうできるんですけど、うなぎ切れない前に山椒の袋バラバラにした人がいませんそれよりその前に蓋開けるのが大変何なんでしょうかね不器用なのが丸々出ちゃいました、それで、はい、まあ浜名湖のサービスエリアを、うん、浜名湖を見ながらね、そうこれ浜名湖です、そうだからこれも夕方西日が当たってなければ、うん、もっとすごく綺麗に見えるのに、あそうね、変にキラキラしちゃったのは西日がね、そういつも、まあ、私たちのスタートが遅いのがいけないんだけど、この伊勢湾岸自動車道通る時も、うん、これまだマシだけど、そう西日がひどくて、そうもうなんか前が見えない、そう黒い眼鏡かけてね、そう濃いサングラスかけないと、うん、ただここの道路すごく綺麗で、刈谷のパーキングエリアとか大好きな刈谷からあと長島スーパーランドの、うんね、ずっと遠くにね、観覧車が見えるはず、あ見えた見えた、薄く遠くに見えるんですけれども、あれ一回乗ってみたいなジェットコースターの、うん、あれもあれはいや怖いジェットコースターすごい迫力なんだもの、これ見たら横で見たら絶対怖いと思う、あれ、うん、でも動いたの見たことないね、あこのとこずっとね止まってるっていう、うんうん、そんな感じで、でここはパーキングエリアしかないのでパスして、はい、新東名に入ってサービスエリアがないねないねと言ってたら、はい、私たちにとっては初めての、はい、サービスエリアがそうなの、うん、あったのに新東名のね、まもなく出てくると思いますが、土山っていうところが出てきます、だいたい土山っていう地名からして全然知らないから何だね。いやそうはあれだけど、とか思いながら行ったんですね。うん、土の山があるのかと思ったら違いました。でもそれって正解かもよ、土の山って。あったのかな。しがらき。いい土なのよ、しがらきの土が。うん、ここがしがらきのそばだっていうのをコロッと忘れてまして。そうなんです。それで着いたら、そうまあタヌキだらけで、そうタヌキちゃんがお迎えしてくれたんで、かわいいタヌキちゃんがお迎えしてくれました。いっぱいいたの、はい、それ
でなんか中もね、うん、いろいろといろんなものが売ってて、ね、お土産もいろんなものがあって、そうなの、うん、でなんかお寿司もいろんな種類売ってて、でね、何も無理に浜名湖で買わなければよかったねとか言いつついやでも教訓ね、ここの今赤い丸のところ、うん、立冬まで行って今日の工程は終わり、はい、でも今回すごく良かったなと思ったのは、はい、その土山サービスエリアを知れたこと。あ、すごくそうですね、あのその信楽のたぬきちゃんが可愛くって、うん、で売ってるものも良かったし、売ってるものもすごくこうバラエティに富んでて、うんうんうん、なんで今まで行かなかったのかしら。新名神、うん、新名神は行ってないの私たち。だからもうそれは初めての経験で、もう大体だって東名だって牧之原に東名いつも行ってるのに行ってないんだから、うん、そういう感激はあるわね。そう初めての、もうここ暗くなければもっと痛いもっと痛いとかって、そう、ね、真っ暗な中走るの怖いから、うん、初めての土地はねそうこの辺りからずっと騒いでましたね。そう早く着きたいホテルに、そうなんかあのこう周りがないのを見てて、うん、離島降りてもこんなんだったらホテルが分かんない。だってこの新東名の、東名じゃなくて新名神 の、 あのだってライトもついてないのよ、電気が。ほらあだって高速で電気ついてなかったら降りたらついてないと思わない。でも降りたらそうでもなかすごくわかりやすく、はい、いいホテルでした。温泉も良かったです、はい、朝ごはんも良かったです。はい、で次の朝ぐっすり休んで、はい、私たちにしては珍しく1時50分にスタートなんて、はい、奇跡的に工場入れましたその割にさ途中のサービスエリアでフラ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 したらいやそれが楽しいのよあの出雲にこの日着いたのが、はい、結構暗くなってましたねそうなんですその暗くなったのがどんな旅だったのかは、はい、次回ってことで、次回でございます。 To be continued。 はい、未知の道路、未知のサービスエリア、楽しみです。はい、そうです。はい、ということでね、たぬきちゃんが、はい、これは上りのさっきの下りですから、ね、はい、はい、でいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。よいしょ、開かないです。あれが開かないっす。飛んだみたいな。なんかあんな柔らかかったのにやっぱりちょっと硬くなってる。硬くなってる。うん、はい。あ、ちょ切れません。お、めかかり。あ、ちょどこ切る？なんかぐちゃぐちゃに切る。ちょっと。これ映ってんの？やばいな。あなたの方映ってないだから。映ってないの。うん。あ、でもこれ。